関連質疑を許します。若林健太君。委員長。若林君。自由民主党の若林健太でございます。私は26歳の時に地元長野市で会計事務所を開業して、税理士公認会計士の仕事をずっとやってまいりました。20年間、一昨年の参議院選挙、長野県選挙区で初当選をさせていただいたものであります。今回この決算委員会総括の質疑をするにあたって、こうした機会をいただいたことに感謝を申し上げながら質問に入らさせていただきたいと思います。まずは本決算委員会では平成22年度の決算質疑をするとこういうことでありますから、一般会計の推移表について用意をさせていただきました。19年度、20年度、そして22年度の決算額を並ばさせていただいています。21年度、この21年度というのは、リーマンショックがあって、景気対策と大幅な数度にわたる対策を行って、非常に決算額が膨らんだということがあります。また、前半は自公政権、後半は民主党政権と、こういうことでありましたので、ある種特殊な年度でありますから、そこを省いて、そして19、20と22年度、決算を比較していただきたいと思うんです。お手元の資料を見ていただきますと、自公政権時代、19年度、20年度は大体80兆前半、80兆円台の国家予算、一般会計でありましたけれども、平成22年度、民主党が予算から決算まで、通期で行ったこの年、95兆円と、10兆円近く増しているわけであります。これ一体どうしたことでしょうかと。決算というのは、言うまでもなく1年間の活動を数値で表した、通知表みたいなものですね。この通知表を10兆円増加しているこの理由について、まずはお伺いしたいと思うんです。それにあたって、民主党のマニフェスト、これはよく言われていることでありますけれども、無駄を排して16兆円ということを衆議院選挙で、お話をされていました。いくつかの財源がありますと、こういうふうに言っておられるんですね。実は結構、積立金の取り崩しなどといって、一時的な財源しか入ってないのも、実はこの16兆円の中に入っていて、大変な、問題があるわけですけど、16兆円そのものにもですね。ただ、公共的、恒常的なものとして示しているこの人件費、1兆円、あるいは、ここの委託費、施設費、長費というところで、6兆円出てきますよと。こういうふうにおっしゃっておられました。再び先ほどの推表ですが、20年度と22年度、人件費は果たして1兆円下がっているでしょうか。実際にはほとんど横ばいになっておられます。また補助費、委託費については6兆円、そんな財源になっているでしょうか。実際には20年度まで20兆円台だったものが、この22年、同期決算においては、31兆4000億にまでも跳ね上がったわけですね。これは、まさに、先ほど中川議員からも、同僚中川議員からもご指摘されておられましたけれども、ばらまき政策をやりながら、お約束をした歳出削減ができていなかった、そのことの証左ではないかと思うんです。この10兆円の増加額、総理はどのようにご説明されるか、お聞きしたいと思います。安住財務大臣。81兆から95兆になったのではないかと、その中に、20年は84兆ですから、先生ご指摘のように、21年度というのはリーマンショックがありまして、本当にそういう意味で麻生政権も苦労なさって、これは赤字国債もですね、かなり増えて、また公共事業等を中心とした補正予算も組んだわけです。でそれで22年度になりまして、95兆でございますから、トータルで言えば10兆円近く上がっているのはということですけれども、これはですね、内訳を見ますと、国債発行残高に伴う国債費の増が 3.5 兆、それから社会保障の関係費の自然増ですね、これが4兆円程度あります。それに子ども手当等は確かに含まれますけども、ですからトータルとしてそれを 1.8 兆足すと 5.9 兆ですね。さらに基礎年金の国庫負担分、これらも含まれております。機械的に地方のですね、さらに
お渡しするお金が折半ルールになっているのはご存知だと思います。ですからどうしても地方の減収分の補填というのはこれは国の責任でやっておりますから、これも約1兆円近くあります。まあ、そうしたものがいわば あって、さらに、それに特会のですね、道路特定財源の特会直入を一般会計に機械的に入れただけでこれが 0.9 兆積み増さっていると、こういうのを足してさらにそれに対して、まあ、公共事業の部分をですねマイナス 3.4 引くとちょうど10兆円程度になるということでございます。若林健太君、今のご説明の中で、人件費どうして 1.1 兆円下がってないんですか、このことについてのご説明はありませんね。自然増で社会保障支援、なんで2年間で4兆円曲がっちゃうんですか。1年で1兆上がるというのは、まあ、それはよく言われていることですね。子ども手当、これは確かに上がってますと、財源はありませんでした、そこは認めましたね。全体として非常にこの民主党政権になって歳出が緩んでいるということが、この今のご説明の中で非常に明らかになっているということだというふうに思います。私は今回この話を出したことについてですね、もう一つ、まあ、次に進めていきたいんです。この22年の決算額と24年の予算額というところを見ていただきたいんですね。22年は、まあ、確かに95兆円でありました。しかし、24年の予算は90兆円に抑えたんですと。なんとか緊縮予算にしましたかに見えるわけでありますけれども、その差額の大半は実は基礎年金、年金特別会計のところに実は2兆円下がっているというのがございますね。これは一体何ですか。安住財務大臣。広告債にしたからであります。若林健太君。広告債にした、まあ、正確に言えば基礎年金の国庫負担2分の1にするためのもの、基礎年金の2分の1、差額分というのは払わないんですか。教えてください。安住財務大臣。法律上は2分の1ということに平成16年からなっておりますけれども、現在は 36.5% の支払いをすると。ですから2分の1分の差は 2.6 兆あるわけです。でこれについては、まあ、長い経過は申しませんが、この3年間についてはですね、税外収入等でなんとかやりくりをしてきました。まあ、しかし今回の予算についてはですね、まあ、東日本大震災でのこの税外収入をそちらの方に振り分けるということがあったものですから、まあ、そうしたことから交付国債を今回発行してそれを賄うということにしたわけでございます。若林健太君。私が聞いているのはですね、この2分の1、まあ、2.6 兆円ですね、 2.6 兆円は払うんですか払わないんですかということを聞いています。安住財務大臣。払うことになります。若林健太君。そうですね、2.6 兆円はこれは法律で決まっていることですから、国が責任を持って払わなければなりません。しかしこの一般会計上は除かれちゃうんですね、 2.6 兆円。実際には 2.6 兆円払ってにもかかわらず、一般会計からは消えている。これはね、おかしくありませんかね。実はなぜそういうふうになっているか。今、大臣がお話しされましたけれども、交付国債を独立行政法人、これは年金積立を運用する、年金積立金管理運用独立行政法人というところへ渡して、で、そこが持っている年金積立金を取り崩して、これで都府県会計に直接お金を入れるから、実は一般会計からお金が入ってこないんですね。交付国債、これは将来の消費増税に、消費増税を当てて、実は発行するとこういうことですが、一体この消費税が、消費増税が通らなかったら、これどうなるんでしょうかね。交付国債を独立行政法人に渡して、そしてその同額の金額を国民の共有の財産である年金積立金から金引っ張ってきてる。こんなこと本当にしていいんでしょうかね。この財政規律というものに対する考え方、私総理にお話をお伺いしたい。この国民共有の年金積立金、この財産を取り崩して、で、国庫が負担をしなければいけない義務的な経費を
補填する、こんなやり方して本当にいいのかどうか、どうお考えかお聞きしたい。野田内閣総理で、これはでも、もともと年金法の本来の考え方で、消費税、含む税制の抜本改革で対応すると、その2分の1と 36.5% の間を埋めるという、その年金法のその趣旨に沿って、今回は、いわゆる航空国債という特別な形で対応させていただいておりますけれども、御党のお考えは、これは赤字国債を発行して対応すると。で、将来のその財源は消費税ということでございますので、基本的な考え方は一致しているんじゃないでしょうか。若林健太君。いや、私の質問ちょっと聞いてなかったのかもしれませんね。私がお話をしたのは、本来は国がもちろん法律に基づいて国庫で負担をして払っていかなきゃいけない。一般会計から特別会計へ支払わなければいけないものを、国民の共有の財産である年金積立金、そこから金を引っ張ってしまっていると。こういうやり方で本当にいいのかと。その国民の共有財産である年金積立金、ここから金引っ張るにあたって、将来の消費増税まだ決まってませんね。決まってないようなものを担保に入れて、ここで調達をする。その行為についていかがかということを伺っているんです。野田内閣総理大臣。間違いなく将来の財源は消費税であると、それをもって必ず償還をするということを明記をしている話でございますので、そんなにおかしいことではないというふうに思いますし、消費税引き上げることについては御党もご理解いただいていると思いますので、それについての不透明感はないというふうに思います。若林健太君。私がご指摘申し上げたのは、年金積立金というのは国民共有の財産であると、この国民共有の財産を国家のその時の金繰りに使ってしまうことの意味、このことを説いておりました。何と言ってもお答え同じようでありますので、このことについてはどうも年金の安定的運用に対する責任感、この問題だというふうに思いますので、そこは総理には欠如しているというふうに思いました。財務大臣に入ってはなくていいですけど、財政法12条には、会計年度独立の原則というのが定められていますね。すなわち各会計年度の経費は、その年々の年度の歳入をもって支弁しなくてはならないと、こういうことであります。年金交付国債、これは確かに一般会計に限れば、現時点で歳出予算が計上されなくて、歳入歳出が将来の時点で同時に計上されると、形式的には確かに、12条に当たっているとこういうことなのかもしれません。しかしね、国全体で見てくださいよ。年金の給付、それはこの24年度に行われちゃうんですね。しかしそれに対する歳入は、この交付国債の償還期限にわたってずっと後ろに先送りされている。これは事実上ですね。事実上、この会計年度の独立性に違反している。財政法12条違反だと。こういうふうに思いますけれども、いかがお考えですか。安住財務大臣。財政法12条は、各会計年度における経費は、その年度の歳入をもってこれを支弁しなければならないというふうな記載をしております。それで今、若林先生ご自身も お話ししておられますので、これはですね、今回の法律の趣旨に照らし合わせれば、決して違反をしているとは思いません。財政法12条の規定は、特定の年度における、先ほども私は述べましたけれども、収入支出は他の年度の収入支出と区分すべきという原則を定めていると思います。今回24年度において、年金交付国債は、年金財政に交付する一方、基礎年金給付を賄うために、年金積立金の一部資産を現金化することとし、具体的には、年金特別会計の、歳入予算で、年金交付国債、未来の積立金からの受け入れ見込み額を計上します。で、これを年金特別会計の歳出予算に計上する基礎年金の財源に充てることとしておりますから、これはいわば合ってるわけですね、歳入歳出。それから言えば、財政法12条の規定に照らしては、何ら問題はないというふうに考えております。若林健太君。いや、だから、私はさっきから言ってるのは、その今のお話は形式的に合ってますよということをお話をいただいたんですね。
それは形式は合ってるんですよ。だけど法の精神ということを考えたらこういうのは禁じ手だということのご指摘をさせていただいたわけであります。小宮山大臣、この年金交付国債ですね、この年金交付国債に関わる会計処理で年金特別会計には運用帰宅金というのが貸借対照表に計上されておりますが、これはこれ素直に会計、見ればですね、交付国債というのは運用資金として、帰宅をしたと独立行政法人、そういう理解でよろしいですか。大臣、小宮山厚労大臣。そういうことだと思います。若林健太君。大臣、理解されてないな。実はこれはね、交付国債を特別会計が独立行政法人にもし帰宅をしたと、こういうお話であるとすればですよ、これは帰宅した資産として、独立行政法人を運用しなければいけません。独立行政法人の平成22年度の運用利回りはいくらだか分かりますか。何パーセントだか。委員長。はい。まあ、これは通告、これはね、通告してあるんですけれどもね。独立行政法人の運用利回りは 2.4%。ね、2.4%。そして、今予定されている交付国債の利回りは、0.4 兆円分、これ 1.3% ですね。なんでこの 1% の差があるんですか。運用予託資産だったら、この独立行政法人の運用する、その利回りで回さなきゃいけないんじゃないですか。どうぞ。小宮山厚労大臣。ですね、これは26年から20年かけて、償還をしてもらう形にしています。で、その間の、これは その時点で発行時点の運用利回りでやるわけですけれども、今発行している国債、何年ものというのがございますけれども、それの平均でやっているということです。若林健太君。大臣に分かってないんですよ。その後ろの3時間とは昨日みっちり話をしましたからご理解いただいてますけどね。3時間に答弁してもらってもいいですけれども、いや、そんなことはダメですけど。よくね、理解していただきたい。ここが実は今回の交付国債の極めてずるいところなんです。要するにね、運用帰宅として、会計処理をしなければ、これ処理できない。なぜですか？それは、独立行政法人、突然国がね、交付国債をドンと突っ込んで、で、運用資産の中に突っ込んじゃったわけですよ。これ運用帰宅でも何でもないんだ、実は。通常の運用している国債の中に、それをつぎ込んで、そしてそれを担保にして金引っ張ってるって、こういうスキームになってるわけですよ。よくスキーム、これから勉強していただきたい。まだまだこれから私も議論していきますからね。そして、こういう無理なスキームをするから、実は特別会計のこの BS に運用帰宅金になる、自治体の取引とは違うような計上しなければならなくなってるんですよ。これはまさにね、異常事態だということを私は指摘をさせていただきたいというふうに思います。大臣、何かありますか。安住財務大臣。私、厚労大臣ではないんですが、お願いした方なので、少しお話しますと、確かにですね、運輸収入相当額のご指摘ですよね。運輸収入相当額、いや、つまり26年度の、つまり国債に、つまり全部の国債を運用した利回りは先生言う通りなんです。ところが私どもが今回やったのは運用収入相当額、つまりいわば簡単に言えば利息も払いますという、その額は全体の利息ではありません。利率を提供したんじゃなくて、国債の割引債の相当額を充当しましたから、その分のお金を 0.4 という話で返すという話で合意をさせていただいたということです。若林健太君。そんなことは分かってるんですね。そういう処理をしていながら、一方で運用予託金として会計処理をしなければいけないところに整合性がないじゃないかということを指摘している。で、この矛盾を抱えざるを得ない。これは交付国債というものを使いながら非常にイレギュラーな形で資金調達をしたことによって出ている矛盾なんです。で、この点はね、これからもっとここでこんなことやり始めると1時間もかかっちゃいますから、ゆっくりとまた財務金融委員会の中でも議論していきたいと、こんなふうに思います。非常に、そういう意味では
幸福国債、今回のこのスキームというのが大変問題にはらんでいるということは、今日ここでいらっしゃる方、皆さん分かっていただいたと思います。まあ、来週、私どもの党の宮沢洋一議員がですね、この辺をまたさらに突っ込んでやってまいりますから、ぜひ楽しみにしておいていただきたい。予算総則には、この幸福国債については 2.6 兆円としか書いてありませんけれども、先ほどのお話で、実は運用利回り 0.4 兆円を入れて、3兆円発行するんですよね。だから、その予算総則に書いてあるよりも、実際に発行する借金というのは多いんですね。そして中期財政フレームに定められている44兆円、その枠で収まりました。こう豪語しているけれども、その中にはこの幸福国債は含まれていない。3兆円の幸福国債。幸福国債って何ですか？将来の消費税を想定して、今借金をして20年にわたって返すって言ってるじゃないですか。これ借金って言わないんですか？国民はね、納得しませんね。どうしてこんな粉飾まがいのことをしなければいけないのか。私ども自由民主党は、こんな姑息な手を使うんではなくて、一般会計の中でしっかりと資金調達をし、そして特別会計に入れるべきであると、姑息なことをするなということを申し上げております。このことについて総理はどうお考えですか。野田内閣総理大臣。姑息なことではなく特別な対応をしたということでございますし、幸福国債はもうご案内の通り、赤字国債、建設国債と違って、これはまさに財源調達の手段ではありませんし、市場を通じて調達するものでもございませんので、それから全く性格は違うけれども、まさにこういう形の特別な対応をしてきたということでございます。若林健太君。総理は今、私どもが質疑をする中で、非常に明らかになった大きな矛盾、そして普通の皆さんはね、これ借金だなんて思わない人なんかいませんよ。それを取り除いて、で、私どもの借金は実はそれよりもずっと低いですよなどという、そして一般会計からその部分を除いてしまう、民間の会計で言えばこれはね、飛ばし粉飾っていうんですよ。大変に大きな問題であるというふうなことをご指摘申し上げたい、こんなふうに思います。これは何が問題なのかというと、アカンタビリティの問題なんです。今、民間の経営を、会社の経営をやっておられる方、皆さんそうです。昔とは違ってですね、情報開示の責任をみんな負っている、注目の目にさらされながら会社の経営なんかをやってるんです。政府の運営、国家の運営はまさにその気概を持っていなければいけないと、このように思うんです。姑息な手を使って、一般会計を削ったり、あるいは借金を目先だけ小さく見せるなどというような、そういう取り組みというのは、慎むべきであると、このように思うんですね。このアカウンタビリティという問題で、少し話題が違いますけれども、もう一つ、お伺いしたいことがあります。私は去る2月6日に、政府民主党三役会議における議事録の取り扱いに関する質問主意書というのを出させていただきました。24日に答弁書をいただいたんですが、これによると、政府民主三役会議は、民主党主催の会議であって、政府として答える立場にない。議事内容も、公文書等管理に関する法律、これに関わるものではなくて、作成する必要はないんだ。こういう回答がありましたが、それでよろしいですか、総理。野田内閣総理大臣。私担当大臣。野田内閣総理大臣。政府民主三役会は今議員ご指摘の通りであって、党としてのこれは会議体でございますので、議事録を作っていないということでございます。若林健太君。今日パネル用意しました。これはインターネットやなんかで確認をさせていただいて、政府民主三役会議というのがどこでどうやって開かれているのか、これを一覧にして、見たものであります。もしかしたら1に抜けているかもしれません。これは私どもが調べたものでありますから、大体毎週開かれているんですね、総理官邸で。そして極めて重要な政策決定をここで行っている。皆さんも覚えてませんか。11月の10日、
11日 TPP に向けて参加の協議に入る入らない10日には入るって言うんだと思っていたら与党幹事長のご助言もあったか11日にずらすというようなことがありました。さらにはヤンバダム建設再開決定もこの12月の23日公邸での三役会議の中で決められた。私もずっと注視しています。まさにここで政策が決定されている。政府与党一元化、こんなことも昔言っておりましたが、ここは生活政策を決定する場ではないんですか。もしここで決定をしながら、しかしそれは政党がやっている会議だからというんであれば、その二枚舌を使い分けることこそが民主党が批判をしていた政府と与党の二元化という話じゃありませんか。どうですか。岡田担当大臣。まずこの委員のご指摘はですね、公文書等の管理に関する法律第4条の解釈の問題だというふうに思います。第4条においては行政機関の職員は当該行政機関に、途中飛ばしますが、行政機関の職員は当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に後付け検証することができるよう文書に作成しなければならないということであります。政府民主会議というのはこの行政機関というふうには私には到底思えないわけであります。若林健太君。官邸で総理と官房長官が入って、そして11月の10日11日みんな固唾を飲んでました。あの政治劇をずっと見ながら、これは党の会議だとそう言って知らぬ存ぜぬで本当にいいんでしょうかね。これはね、理屈はそんないくらつ言ったってね、見てる国民の皆さんが判断しますよ。あそこで決めてるんじゃないかと、こういうふうに思われるんじゃないでしょうか。そもそも民主党のマニフェストには五原則と書いてありましたね。二番目に書いてあるのは、政府と与党を使い分ける二元体制から国内、内閣の下の政策決定に一元化する、こういうふうに書いてあって、政権交代直後政策調査会というのを廃止しましたよね。そして政務三役が内閣に入ってそこで全てを決めるんだと、こういうこと言ってたじゃないですか。政策調査会は復活をしました。そしてその前の内閣では政策調査会長が閣僚に入っていた。今は閣僚じゃないから政府三役会議で物事を決めていきましょう。ここで決めてるんですよね。政策の一元化、そしてこの政府民主三役会議っていうのは設置してるんじゃないですか。マニフェストは一体どこ、マニフェストはもう今更追求してもあれですけれども、どうも矛盾をしているように思えて仕方がないんですけれども、ご説明お願いします。担当大臣。党の意思決定は、それは党の役員会、あるいは政策調査会役員会で行います。政府の意思決定は閣議で行います。ですから、そういったことの方向合わせといいますか、そういう認識を共有するための会議が、この政府党三役会議であるということでございます。最終的に決めるのは党の役員会であり、そして閣議であります。若林健太君。それを言っていた政策決定の一元化というんでしょうか。まるで我が自由民主党で政務調査会にて決定をし、そして総務会で意思決定をし、そして内閣とすり合わせをする、なんか違いますか。岡田担当大臣。それは党それぞれでいろんなことは言えると思いますが、我々がマニフェストをするときに意識したのはですね、やはり党の決定がどうも政府よりも優越しているのではないかと、部会で決めたことが政府を凌駕しているような、そういうふうにも見受けられますので、我々はそこはきちんと一元化して最終的には揃えると、こういうことを考えたわけでございます。若林健太君。政権交代を目指していた頃の民主党の言っていたことは、そういうお話ではなかったと思いますよ。だってそうだから政策調査会廃止したんじゃないんですか。そして政務三役が決めるということで走っていったんじゃないんですか。私はね、マニフェスト違反なんていうことをもう今更言ったって、どこが違反じゃないのかよくわからないぐらいになっておりますからね、いいんですけれどもね。いやいや、
いやいや、はい、あのね、今回のこの問題というのはマニフェストを違反しているかしてないかということよりもまさに国民主権、これが問われているというふうに思うんです。先ほど岡田副総理の方で、公文書等の管理に関する法律、まあ、4条お読みになりましたけどね、第1条にどう書いてあるか、公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的財産として主権者である国民が主体的に利用しているものであることに鑑み、国民主権の理念にのっとり将来および現在の国民に説明する責任が全うされることを目的とする。そして4条に公務員は意思決定をしたものについてはしっかり議事録を取りなさいよということが決められているんですね。今この政府民主三役会議なるものが重要な意思決定をしているということを見るとまさにその意思決定の過程を国民に明らかにする責任が国民主権のもしそれを大切にするんであればする必要があるんじゃないのか、このことを私は言ってるんです。私はね TPP についてなぜそういう意思決定になったのかよく聞いてみたい。でも何にもわからないじゃないですか。そのことについてお聞きしたい。岡田担当大臣。法の趣旨は今第1条で、委員が読み上げる通りであります。それを具体的にどう担保するかということで4条があるわけですから、何でもかんでも全てですね、党でやってることまで全部情報を記録を作るとか情報公開ということではないはずでありまして、具体的な担保はこの4条においてなされているということであります。それから委員先ほどご指摘のですね、政調会というのはマニフェストでなくすはずだったのにまた復活しているというご趣旨のことを言われました。これは何らかの記憶違いだと思います。マニフェストの中で政調会をなくすとなるということは書いておりません。まあ、実は私その時の幹事長でしたが、政権交代した後政調会をなくすという話になったわけで、選挙の時には政調会というのは当然あるというふうに考えておりましたし、マニフェストに政調会をなくすということは全く書いてございませんので勘違いだと思います。若林健太君。まあ副総理は非常に論理的な方だと私はずっと、まあ、この議員になる前から見ておりましたけど、まあ、極めて痛々しかった今の答弁は全然論理が矛盾してるんですよ。だって政策一元化って言いながらですよ、重要な意思決定そこでやっていて、そしてそれは重要じゃありません、党の会議でございます、議事録は出しません、いいですよ、そういう判断であればそれでいい。だけどそれはまさに国民に対する重大な国民の権利への侵害だということを私はご指摘しておきたい。これは先ほどの幸福国債についてもそう、要はよらしむべし知らしむべからずというこの非常に悪しきこの霞が関の文化に今この野田内閣は染まりきってしまったということを私はご指摘申し上げたいとこのように思います。さて時間がだんだん少なくなってまいりましたので、次の話題に戻りたいというふうに思います。先ほど午前中の質疑の中で今日閣議があって特別会計についての改革、まあ、その法律要項を示されたと決定されたとこういうことであります。特別会計について残された時間、少しお話をさせていただきたいと思います。特別会計今度17から11に減らすということですね。しかしこの特別会計の今までの改革ずっと進めてまいりました。またまあここでさらに減らしていく。しかしこの特別会計そのものを減らすことが改革じゃないんですね。その一般会計でこんなに大きくなっちまって使途がよく明らかにならないから実は区分して管理するという意味合いがある。しかしこの区分して管理すると今度中で使途が現金が残ったりなんかしたものについて他に利用できなくなるから無駄があるからそこを改革していきましょうとこういうことだと思います。どうも減らせば改革になるかのような誤解が今あるような気がいたしますけれども、まあ、そのことはまず最初にご指摘申し上げたい。そして、まあ、会計検査院から実はもう多額な剰余金が特別会計は残っていると。そして、まあ、翌年度積み立て等で使われないもの翌々年度以降に
使われるようなものが実は2兆円近くあるじゃないかとこういうご指摘があります。まあこれについてはぜひ今回のこの改革の中でもですね意識をして、まあ改良してもらいたいとこんなふうに思うことが一つ、もう一つ、埋蔵金、もう埋蔵金ありませんとこういうお話であります。果たしてそうでしょうかとこういう意見も巷にはあります。今国家の、まあ、平成この22年度決算の中の特別会計積立金というのは32個ありますね。32個のうち6個については適正水準の積立金はこれぐらいですということが書かれている。だけどそれ以外は実は明細が出てませんねということが、これも会計検査院の指摘であるんですね。まあ、ぜひ今回のこの改革の中には、改革の中ではですね、適正水準についてしっかり検討した上でディスクローズしていく、そういう取り組みをしていただきたいと、こんなふうに思いますけれども、そのことについて2点。はい、安住財務大臣。ご指摘のとおりでございます。会計検査院からは、21年度の剰余金約 26.5 兆円のうちですね、22年度に 24.6 兆しか生かされてないじゃないかと、つまり、差し引き 1.8 兆、23年度以降に、この指摘があって、これは活用しなさいと。それで中身はですね、それはまあいろいろ理由があります。で、一応いいですか、項目。一つずつ言おうかなと思ったんですけど、じゃあ、はい。時間があります。はい。それじゃあ、先生ご指摘のように、可能な限り、効率的な活用をぜひしていきたいと、私どもも思っております。いろいろ重く受け止めなければならない点もあると思いますので、これは、ご指摘のようにさせていただきます。また、埋蔵金についてはですね、積立金、がそれぞれ定義づけられていて、それぞれの中身によってまたこれは本当は説明をさせていただきたいところでございます。後でまた財金ででもまたいつものようにゆっくりやらせていただきたいと思います。若林健太君。はい、この2点については会計検査院にも指摘をされていることですし、せっかくここで改革をするということであれば、これは与野党を超えて国民のために、しっかりやるべきことだというふうに思いますから、政府も頑張っていただいて、我々議会としてもしっかりとチェックをしてまいりたいと、こんなように思います。実は今回幸福国債についていろいろ調べていく中で発見をしたというか、これは先輩の議員の先輩の皆さんちは先刻ご同案内のことなのかもしれません。年金特別会計の基礎年金勘定の中には、実は昭和60年からずっと同じ残高で、財政、融資、財政投融資として、維持されているものがございます。これは、第三号被保険者が強制加入する、制度の改正の中で、納付の相手先がなかなか政治的に決着しなかったために、法律でそこへ置くことが決められた、そういうものでありますが、問題なのはね、その運用収益について、行き先が実は法律でしっかり定められていなかったために、実は今、7800億にもなっている、合わせるともう1兆5000億、ものすごい金額なんですね。この7800億の基礎年金、運用、この、その資金のですね、運用収益というものが、実は積立金等に運用されることなく、法の規定の不備によって短期で回されてきたと。こういうことであります。ぜひですね、これは改正をするべきであると私はこう思うんです。実はこれはもちろん昭和60年ですから、自公政権時代にも責任があります。自公政権の最後の方ですね、平成19年に、被用者年金の一元化法案というのを提出しました。その時に実は特別会計法の改正ということで、ここについて積み立て金にしましょうと、こういうことで、私どもは修正をしようとしたんですが、これは廃案になりました。政権交代が行われて、そしてこれで2年が経って、3年目に入ろう、3年目入ったんですかね、入っていると、こういう中で、これはずっと今のところ放置されております。今回の特別会計の改正において、ここ、積み立て金にする、これはぜひね、やるべきだと思いますけれども、大臣、いかがですか。小宮山厚労大臣。
これは今委員がご説明いただいた通りの経緯のものでございまして、先ほどおっしゃったその運用収益は今7965億円になっています。でこのことについてはおっしゃったように平成19年の被用者年金の一元化法に含まれていましたが、これが廃案になったということで、今回の社会保障税一体改革大綱の中でもですね、これはこの法案に基づく形でこれをベースにして今検討していますので、その中で基礎年金勘定の積立金の運用収入も早期に積立金にする方向で今法案にするように検討しています。ですからこれをこの通常国会に法案として提出をしたいというふうに考えています。若林健太君、委員長。これは長期か短期か、それだけの問題だろうとこう見る方いらっしゃるかもしれませんが、実は大きな違いなんですね。長期で運用すればそれは運用利回りが全然違う。国民が本来共有している財産、得られるべきその収益が実は既存しているこういう問題でありまして、これはですねやっぱり一日も早い改正が必要だとこのように思います。ぜひ、本当はこれ特別会計法の改正、そこでやるんじゃないかと思うんですけれどもね。したがって今回のこの法案の要項には入ってませんが、これどこでどういうふうにやるつもりでいらっしゃるのかお聞かせいただきたい。小宮山厚労大臣。これはですね、その平成19年の時も被用者年金一元化法案という形で出されておりまして、その考え方で今回もその被用者年金一元化の中で法案を提出したいというふうに考えています。若林健太君。今回提出された特別会計法の改正、そこではやらないということですか。それとはまた別途にまたこの特別会計法の改正をしようと、こういうお話なんでしょうか。これね、改正をどこでするかって言ったら特別会計法の改正なんですよ。積立金にするという規定を入れるかどうかなんだ。ご存知ですか。小宮山厚労大臣。それはこの被用者年金一元化の法案を出すときに特別会計法も改正をすることになると思います。若林健太君。じゃあ今国会で2回改正をすると、特別会計法は。そういうことで理解はよろしいですか。小宮山厚労大臣。これは両方出すということになりますので、2回というか両方で改正をするということになります。若林健太君。特別会合の改正案は今日閣議決定されたんですかね。その法案の中には入ってませんね。これはどういうことでしょうか。はい、安住財務大臣。今回のやつは17を11にするという法律ですよね。それで結局もう簡単に申し上げれば、厚生年金と共済年金への配分のルールを明確に決めきれずにいたので、ずっと昭和61年からいわば積み増し、これが剰余金といいますか7000億になってますよと。今厚労大臣のお話を私なりに解釈すれば、これをどういうふうに配分するのかを決めてという話でしょ。でそれを今国会中に一元化をしてルールとして出しますと言ってるんだと思います。はい、若林健太君。だからしかしその改正をするには特別会計法の改正しなきゃいけない。今日閣議決定したところには入っていないんだけれども、じゃあ改めてもう一回特別会計法を改正するんですか。同じ国会で2回会計法を改正しようと、こういう取り組みをしているとこういうお話ですか。小宮山厚労大臣。これは被用者年金一元化法案と合わせてですね、関連法案という形で特別会計法の改正もいたします。若林健太君。場当たり的なんですよね。その特別会計法というこの一つの法律を変えるときに、どうしてそこも一緒にやれないのかは、被用者年金年金のね、法案の改正ともちろん一緒にやるっていう手もあるでしょう。しかし会計法そのもの今日閣議決定されてますよね。そこに一行入れるだけなんですよ、実はね。だからそういう意味ではね、こっちはこっちとしてやりながら、
とりあえず特別会計の改革をやっているというこの場当たり的な取り組みがこうしたことにつながっている、このことはね、反省をしてきちっと整理をしながら取り組んでいただきたいと、こんなふうに思います。私の時間もそろそろ終わりになってまいりました。今回初めてこの総括質疑というのに取り組ませていただきました。通じてお話をさせていただいたのはディスクロージャー、アカンタビリティ、開示責任ということであります。私は公認会計士ですから、私の仕事はずっとそのディスクロージャー制度を守るということをやってまいりました。20年前の日本の風土と今本当に大きく企業社会というのは変わりました。昔の経営者の皆さんと比較して昔が悪いというわけではありませんけれども、グローバリズムの中で日本の経営者の皆さんは本当に全ての利害関係者の目にさらされながら情報をオープンにして、そしてその中で早い意思決定をする、そういう訓練をされているんですね。しかし先ほどの幸福国債の取り組み、そしてまた議事録の問題、全てにおいてこの内閣においては情報の開示というものに対する責任感が非常に欠如していると、このように思うんです。新しい政治をする、それはまずはオープンな情報、オープンな中での意思決定、そういう政治をするということではないのかと。私はこのことを最後にご指摘をさせていただいて、持ち時間若干残ってますけれども、私の本日の質疑を終わらさせていただきます。ありがとうございます。